ナマンダブツ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 ナマンダブ
弱という。徳の字は解の時に至りて得ることを徳というなり。妙の字は陰にの時の名を妙という。豪の字は解の時の名を豪という。自然というは字はおのずからという。行者の計らいにあらず叱らしむという言葉なり。念というは叱らしむという言葉。行者の計らいにあらず如来の誓いにたあるがゆえに。法にというはこの如来の御誓いなるがゆえに叱らしむるを法にという。法にはこの御誓いなりけるゆえにすべて行者の計らいなきをもってこの法の徳のゆえに叱らしむというなり。すべて人の初めて計らわざるなり。このゆえに他力には義なきを義とすと知るべしとなり。自念というはもとより叱らしむるという言葉なり。弥陀仏の御誓いのもとより行者の計らいにあらずして南無阿弥陀仏と頼ませたまいて迎えんと計らわせたまいたるによりて行者のよからんともあしからんとも思わぬを自念とは申すぞと聞きて候。誓いのようは無常仏にならしめんと誓いたまえるなり。無常仏と申すは形もなく増します。形の増しまさぬゆえに自念とは申すなり。形増しますと示すときには無常涅槃とは申さず形も増しまさぬようを知らせんと手始めて弥陀仏とぞ聞き習いて候。弥陀仏は自念のようを知らせん了なり。この道理を心得つるのちにはこの自念のことは常に定すべきには あらざるなり。常に自念を定せば義なきを義とすということはなお義のあるになるべし。これは仏知の不思議にてあるなりと。ナマンダブツ、ナマンダブツ。安藤浩二和尚が表されました唯心正門院講読という五本のですね、巻末にございます自念法二法五の解釈というところを読ませていただき、自念法二法五について学ばせていただいております。で、今日はどういったことかと言いますと、和尚の御本によりますと無常仏と無常涅槃という項の、ところを読ませていただいておりまして、で、この中でですね、前回お話をしたところから、戻って読みますと、この段、つまり F という段です。誓いのようは無常仏にならしめんと誓いたまえるなりとから始まります。第6段落なんですけれども、この段に用いられている自念の語が一般には無為自念を示すものとして考えられ、また無常涅槃については無為涅槃発生発心と解釈されることについて言及した。しかし以上のような考察を踏まえれば、F 段に示される自念は B、C、D 段において語義を示し、また E 段において定義づけられた自念の内容を離れるものではない。でね、ここ前後関係前から聞いとってもらわなんだらさっぱりわからんと思うんですけど、まあ、要は、和尚は、賢治さんの聞き書きの自念法に、法語を7つの段落に分けておられて、これについて ABA からこう段落振っていかはって、で F の段やったらつまり第6段落になるわけですけれども、で自念について、のところというのはこういう、6次下がりのところですね、BCD この6次下がりのところを BCD 段に分けはって、でそれから次E の段というのがですね、読んでいきましょうね。E の段というのは弥陀仏の御誓いのもとより行者の計らいにあらずして南無阿弥陀仏と頼ませたまいて迎えんと計らわせたまいたるによりて、行者のよからんともあしからんとも思わぬを自念とは申すぞと聞きて候というところが E 段ですね。でここら辺の自念というのはこれ、
この和上は、そういう言葉を用いておられないと思いますけれども、眼力次念というような形で考えられるような次念を、この B、C、D の段および E の段においては、この次念というのは眼力次念というふうに一般にカテゴライズされるような次念だよねと。それに対して F の段、誓いの要は以下から始まるとこ読んでいきます。誓いの要は無成仏にならしめんと誓いたまえるない。無成仏と申すは形もなく増します。形の増しまさのゆえに次念とは申すなり。形増しますと示す時には無上涅槃とは申さず。形も増しまさぬようを知らせんとて初めて弥陀仏とぞ聞き習いて候。弥陀仏は次念のようを知らせん了なりというね。ここが F の段なんですけども、ここの F の段の次念いうのは、こう BCD 段と違って、無為次念と言われるような次念ではないかというふうに一般に考えられるけれども、いや、そうではなくて、この F の段もやっぱり BCD 段を受けて、E 段まで受けて、これを受けてるわけだから、やっぱり F の段も、無為次念っていうよりかは、やっぱり眼力次念の方なんじゃないですかっていうような、そういうことです。で、こればかりは、ずっと聞いとって、聞き続けてもらわなければ、なかなか、いかんと思いますから、また興味があって初めて聞かはった人なんかは前から聞いてもらわなしゃあないということになりますね。で、さて、読み進めていきます。ところで、声聞類の冒頭の箇所には続いて、無上涅槃はすなわちこれ無為発心なり、無為発心はすなわちこれ実相なり、実相はすなわちこれ法性なり、法性はすなわちこれ身如なり、身如はすなわちこれ一如なり、しかれば弥陀如来は如より来生して、法王家種々の身身を示し現じたもなりということですね。身体の身のうち、体の体を身体という点書くけど、その身の方をこれ、音読みで読んだら身なんだろうし、日本語で読んだら訓読みで読んだら身なんだろうから、如より来生して法王家種々の身種々の身を示し現じたもなりって言ってね、声聞類、注釈版だったら307ページにこういう5問があるわけだけれど、無上涅槃が無為発心であるとまずおっしゃると。ご磁石でね、無上涅槃はすなわちこれ無為発心であるということがまず述べられています。で、そこからこれが転釈されていて、実相、法性、身如、一如の語をもって、言ったら転釈される。そして阿弥陀仏はその身如一実一如である無為発心より来生した仏であり、法王家の種々の身を示すと述べられている。一如、阿弥陀仏は、身如一如である無為発心より、来たり生じた来生だからね、来生した仏であり、来たり、生じた仏であり、法人、王人、化身の種々の身を示すと述べられていると。で、この無為発心については、じゃあこの無為発心ということをに注目すると、無上涅槃、今これは無成仏と無上涅槃という項についての考察、長い考察でずっとこれをやっているわけだけれども、この無上涅槃ということについて、ずっと考察してくださってるわけです。なぜかというと、無成仏っていう言葉はここにしか出てこない、親鸞聖人の著作の中ではここしか出てこないからで、次念法に法語にしか出てこないからで、そしたらそれについて他の用例がないと。で、そこで、それに近い言葉である無上涅槃についてはいくつもの用例があるんで、じゃあ無上涅槃を考察することでもって無成仏についても、その意味が明らかになるだろうし、
で、そして無常涅槃ということを親鸞聖人がどんな意味で用いておいでになるのかということをずっと考察しておられますので、でそれでですね、今こう声聞類307ページに出てまいりましたような形で、無常涅槃はすなわちこれ無為法身なり云々という言葉が出てきて、でさらにその無常涅槃についてはですね、失礼、ごめんなさい、無常涅槃はすなわち無為法身なりというふうに言い換えられているんで、じゃあ、その無常涅槃はすなわちこれ無為法身なり言ってるって反応やったら、そしたら無為法身ってどんなことなのって言ったら、これ同じく声聞類に論中の門を引く形で、真実の知恵、無為法身をもってのゆえなり、真実の知恵は実相の知恵なり、実相は無相なるがゆえに、真知は無知なり、無為法身は法性心なりと、点点点でね、そんなふうなに、こう論中を引いて、声聞類ではこんなふうにおっしゃっていると。で、そうすると、真実の知恵の語をもって語られており、無為法身というのは知恵、真実の知恵という言葉をもって語られており、それは実相として相を取らない法性心、すなわち法性あるいは法性心であることが示されると。で、なお、この法性心はいわゆる二種法身の法性心ではない言うて書いてあって、そしたら二種法身の法性法身ってどんなもんなのっていうことになるんだけど、この二種法身の法性法身ではない言うて書いてあるんやから、二種法身の、法性法身、方便法身と言われるような、方便法身って何なのって言われると、そこに定義がないので、この人は二種法身の法性法身をどんなふうに捉えてはるのかということは、安藤和尚がどんなふうに二種法身の法性法身を言うてはるのかということはちょっと分かりません。どういうことをもって二種法身の法性法身と言うてはるのか私には分かりませんが、まあ読んでいくと、なおこの法性心はいわゆる二種法身の法性法身ではない。で、法性心とは、宗祖が行門類に五衛法師さんを引用する中、法性禅師の心、無量寿仏勧行によるとして、要は、まあ、感無量寿経を、法性禅師が五衛法師さんの中でこうおっしゃってると。十悪五逆、至れる愚人、容業に沈殿して、愚人にあり、久しく塵の中にあるとね。で、一念弥陀の弥陀を聖徳して、これ聖明の聖の字に徳、得るいう字ですね。徳したなの徳ですわ。ね。一念弥陀の弥陀を聖徳して、賢に至れば帰りて法性心にどうず。で、この帰りっての帰るいうのは、元宗回向の元の字ですわ。ね、これは注釈版174ページなんで、まあ見てみてください。漢字の説明、くちゃくちゃしたから分かりにくくなってるかもしれませんが、感無量寿経を、法性禅師が五衛法師さんの中で解釈される中で、十悪五逆の至れる愚人、つまり下品下生とかね、十悪五逆至れる愚人、容業に沈殿して、愚人にあり、ずっとずっと迷い続けてる。で、一念弥陀の弥陀を聖徳して、まあ、あそこでは愚息十年いうことになってるんだけれども、要は弥陀の名号を唱えて、賢に至れば、浄土に至れば、この乖離というのはちょっと難しいかもしれないけど、法性心にどうぞいうことやから、この法性心いうのは、まあ、完全な悟りの実と、阿弥陀さんと弥陀同体の悟りを得るということになりましょうか。これが行門類174ページです。で、そんなふうに言われるところの法性心なんだと。で、また、神仏度観に惹かれる法師さんの門に、仏に従いて、逍遥して、自念に帰す。
商用してを飛ばして仏に従いて次念に帰すと。で、次念はすなわちこれ弥陀の国なり、次念はすなわちこれ弥陀の国なり、無老無生帰りてすなわち真なり、行来真し常に仏に従いて、行く来たる進むとどまる、行ったり来たり、そして進んだりとどまったり、行来真し常に仏に従いて無為法性心を聖徳す、完全な悟りを得る、完全な悟りの身となるということでしょうね。これが、神仏の門類369ページであります。で、こんなふうに、ご本殿にありますように、無為法身の無為法性の心であり、無為法性の身であり、無為法性そのものであると、この法性心は先に確認した通りに唯心証門位に言うと書いてありますけれども、ちょっとここで一回止めようかな。で、結局のところですね、この方は、和上さんは、ここで言われる法性心って言われるのは、ここで言われてる、法性心、というのは、それ無為法心は法性心なりっていうふうに、論中のに、門を声聞類に引かれたところを、読ませてもらった中で、無為、法身は法性心なりって言われている、その法性心っていうのは、これは、無為法性の心であり、無為法性そのものであるというふうに結論付けておいでになって、これが、二種法身の法性法身じゃないよって言ってはるんやから、じゃあ言うててね、これはようわからない。結局二種の発疹、二種発疹とは言うて、これ、あくまでも浮きアークのね、二種発疹の解釈やけど、発症発疹というのは色も形もない真如発症の離体のことということやから、この解釈、浮きアークに出てくる二種発疹の発症発疹って、まさに この法性心のことやないのっていうふうに、思います。で、一方で、こっちの方のこと言ってはんねやろうなと思うんですけど、ウェブ版新三浄土宗大辞典の、二種法心を見ますと、これちょっと読みにくいな。法性法心とは阿弥陀仏の知恵を指し、方便法身は浄土の三種聖言を意味するっていうふうに書いてあって、言うたら、浮きアークの方の法性法身というのは、いわゆる、離法身っていうふうに捉えられていますし、この浄土宗のウェブ版の大辞典やったら、法性法身は阿弥陀仏の知恵を指しているんだっていうふうに解釈されるんで、安藤和尚の考えてはる法性法身いうのは、この阿弥陀仏の知恵のところで言うてはんねやろうなということですね。多分そうなんやろうと思いますが、この人自身の法性法身観についてはおっしゃってないので、想像することしかできません。で、当面どっちなのかな言って言わしてもらうと、この声聞類に惹かれた論中のところやったら、真実の知恵、無為法身をもってのゆえなり、真実の知恵は実相の知恵なり、実相は無知なるがゆえに、真知は無知なり、無為法身は法性心なりっていうのはね、ここはね、例えば真実の知恵っていうのは、これ論中見ていきますとすぐ分かることですけれども、真実の知恵いうのは、これは論中においては一切種知と言い換えられていますね。真実の知恵は一切種知だよと。で、一切種知いう言葉も様々にその文献によって捉えられ方が違うんですけど、おそらく論中の著者であります、曇鸞大師は第一度論によるような形で、
説かれているような形で一切出地というものを見てはったと思いますんで、そしたら一切出地が第一土論でどんなふうに使われているのって言っていたら、これに対して詳しい研究しておいでになります。渡辺正吾先生の論文をいくつか拝見しますと、まあ言うたら、どちらかというと、簡単に言っちゃうと、言質とかさ、無分別如く地に近いような形のものかなということです。で、無分別如く地みたいな形で、理解してくれはったら分かりやすいかと思います。すべてのもの、つまり、のものの本質を悟る、つまり無分別地を聖徳した後に、その無分別地の知恵によって個々別々のものを見た時に、個々別の別のもとの本質が見えてきて、でそれによってですね、あるがままにさまざまなものを、さまざまな境外にあるものを自由自在に救っていく力、帳消していく力が、そういう知恵の働きのことを、一切出地と第一土論では言っているようです。で、この一切出地っていう言葉が出てくるのは、この真実の知恵というのは一切出地だよっていうところと、それから修苦毒、修行の修の字ね、修苦毒のところ、三言二十九首の修苦毒のところに出てくるんですけど、ここは何か、まあ言うたら、声聞も皆大乗の仏にしちゃうよっていうことです。あらゆるものを全部こう導いて大乗の仏にしていくよっていうのは一切出地ということ、用いられ方出てくるんで、これまさに第一土論に出てくるやり方やろうし、でまあその声聞を仏にしていくっていうのは、これ一つのやっぱり論中のテーマになってるんやろうな。でそう思った時に、もう百発百中で会社が違う、目指すところが違うものまで大乗に転換させて、大乗の仏、大乗で考えるような仏にしていくよっていうのが一切出地ということやから、だから、二所不信の捉え方、いわゆる離法信で真如法性そのものを法性法信という場合と、からこれがまあ浮世悪やから浄土真宗で一般に考えられてる方なんかな。で、ここの声聞類のここの陰謀とか、それから浄土宗の捉え方でいうところの法性法性の知恵のところで、見ておいでになるんで、和上は二種法性の法性法性と違う法性心言うて判明した場合に、ここはやっぱり一切出地を聖徳しはったような二種法性、法性法性いうことなんやろうなと思います。で、そんなわけですから、まあ言ったらいわゆる地保身と言われる中で、その中でも地保身言っても言うた中で、もちろん無分別地が前提にはなるわけやけども、この保身保身いうのは、五徳地の方で言うてはるんやろうなということでしょうね。わかりませんけど、本人が定義を明らかにしてくださってないのでちょっとわからないんですけど、まあそういうことですね。で、まあそんなわけやから、ここでいう法性心というのは、無為法性そのものの、言うたら離法性の方だよっていうことですね。で、その法性心は先に確認した通り、唯心証文に入って、またこの本に戻りますけれども、仏性はすなわち如来なり、この如来未尽世界に満ち満ちたまえり、すなわち一切群情界の真なり、この真に誓願を信仰するがゆえに、この信心はすなわち仏性なり、仏性すなわち法性なり、法性すなわち法身なり、法身は色もなし形も増し増さず、しかれば心も及ばれず言葉も絶えたり、この一如より形を表して方便法身と申す御姿を示して法蔵比丘と名乗りたまいて、不可思議の大誓願を起こして現れたも御形を罵世心菩薩は人事法無碍光如来と名付けたてまつりたまえりと、でね、ここのところでですね、この和上は、この唯心証文の方やけど、この唯心証文のところで、この御文を唯心証文のこの本で講義されたときに、
なんていうかな、今、かまびすびしくこう論じられております、いわゆるその天台本願訪問とは違う方向で、これを、理解しなきゃいけない、これ、天台本願訪問みたいな解釈することも不可能じゃないんやろうけれども、そうじゃないんだよっていうことを、この本で詳しく、もう今を予見するような形で書いてあるんで、また読んでもろたい、あるいは私の動画聞いてもろたらええのかもしれません。まあ、そんなふうにして、有心書もこういう御文があって、ここに示されるように、こう色もなし、形もましまさぬ発心であって、発心というのは色もなく形もましまさないものであって、人十法無碍光如来はこの一如より、水明を自供するのである。名を垂れ、皆を垂れ、形を示すのであると。ところが、有心正門院には引き続き、微塵世界に無碍の智慧光を放った示たもうゆえに、人十法無碍光仏と申す光にて、形もましまさず、色もましまさず、中略して、無碍は触りなしと申す。しかれば阿弥陀仏は光明なり、光明は智慧の形なりと知るべしと述べ、この人十法無碍光如来が形もましまさず、色もましまさぬ仏であり、智慧イコール光明の無碍の働きであることが示されている。すなわち無為法身は、すなわち発祥心、すなわち無為発祥心、すなわち発祥、あるいは発祥心も、阿弥陀仏の働きの無碍性を示す名である無碍光如来も、無碍性を示す名である無碍光如来も、同じく色もなく形もましまさぬ智慧の働きとして、捉えられて、いるのであると。だから僕はこれ全部わからないんですよ。この人何言いたいんかいのかな。どうしてこんな論理になるのかわからんところがあるんですけれども。ですね。ちょっとわからないな。で、ここのところはっきり言って分かってないんです。なんぼ読んでもこの人の言うたことちょっと分からないところがあって、まあだけど次に進めなきゃいけないんで、進んでいかないんで、この辺はちょっと理解不能なところなんやけど、こう阿弥陀仏の働きの無碍性を示す名である無碍光如来も、同じく色もなく形もましまさぬ智慧の働きとして捉えられているのである。まあこれはその通りです。すなわちこの両者は、真如発性、発性心という、こういわゆる理発心と、そこから現れ出ている水明を自供されている無碍光仏と、無碍光如来と言われるような仏さんてっていうのは、すなわちこの両者は、その名の相違が阿弥陀仏の水明を自供という事態に対する、事態、ここは「子」という字に、熊さんの心の事態ですけれども、名を垂れ、形を示すという事態に対する論理的な善を示しているが、共に衆生に対する智慧の働きに他ならない。で、この箇所だけでなく、およそ転釈が示すところはダイナミック動的である。無為発心や無為涅槃といった言葉は、先に述べた通り、ややもすれば静的、これ静か的やから、英語で言ったら、まあね、まあ、カタカナ英語使いたくないが、ややもすればスタティックな内容として捉えがちであるが、宗祖は自身に向けられた本願の働きかけの中で捉えているのであると。まあまあ、そこはそうです。で、そんなわけで、今度段落を変えて、さて、以上の考説を踏まえるならば、無常仏、無常涅槃といった言葉は、衆生の得る唱歌であるが、それは、智慧の働きそのものであり、利他円満の妙化、すなわち衆生に対する本願の働きかけと、同体同性のものであるが、故に、
衆生の得る特化、衆生が得ることができる唱歌であるにもかかわらず、増しますという尊敬語を用いて、以下の形も増しまさぬようを知らせんと、手始めて弥陀仏とぞ聞き習いて候。弥陀仏は次念のようを知らせん量なりという解釈が導かれているのだと思われる。形も増しまさぬようを知らせんと、手始めて弥陀仏とぞ聞き習いて候という箇所が、水明寺経、それこそ名となって、南無阿弥陀仏という名となって、形を示して表してくださる水明寺経の事態を物語っているのは言うまでもないと。まあ、それはそうですよね。形も増しまさぬようを知らせんと、手始めて弥陀仏とぞ聞き習いて候という箇所が、これ、阿弥陀さんが、お名号となって形を表してし、こう現れてくださっているということを物語っていることは言うまでもないと。で、次パラグラフ変えて、続く弥陀仏は次念のようを知らせん量なりという一文について、従来一般に量は方便手段と解釈される。この解釈に従えば、阿弥陀仏は手段として取り扱われることになり、宗祖はある種特殊な内容を示したことになる。この箇所こそ次念法に法語の解釈が難解であり、またユニークな特色、これをユニークな特色というのは、カニ括弧で入ってますよ、ユニークな特色を持つものと捉えられる理由となる部分であるが、量を方便手段と解釈することは果たして妥当であろうか、言って、ここから量という言葉が、これどんな意味なんかなということを、ここからまた要領をきちんと検討して、詳しく考察をしてくださってるんで、次回から量の検討に移るんです。で、そんなわけですけれども、なんていうのかな、やっぱり、こう、保証心というても、信如そのものという理保心のところと、いうふうにも解釈できるんやろうけども、それがやっぱり、阿弥陀仏の知恵のことのをやっぱ「保生保身」と言ってはって、で、その「保生保身」というのは、やっぱ「微塵世界」と言って、いうことの「微塵」いう言葉についてですね、この和上が一回考察してくださってるように、「微塵」っていうのは、これやっぱり、こう阿弥陀さんの救済の働く場所が微塵世界なんだって。そんな小さい、これっぽっちこの小さいところまでも、ミクロの世界までも、阿弥陀さんの救いの働きが、こう実現されてるということで、微塵世界という言葉を、特別な阿弥陀さんの救いの領域という形で、表すのに、微塵世界、微塵という言葉を使ってはるんやって言って、この先生が言うてくださってるんですけども、そうすると、この保証心って言われているものかって、いわゆる理保心ということではなくって、やっぱりそこに、こう阿弥陀仏の救いが、お体、つまり保証心と言うてみても、やっぱり地保心、この地保心も、しかもこれ、こう無分別地の方でに、ウエイトがかかっているというよりかは、それよりかはやっぱり一切主地、まあ五徳地に近いものとも考えてくださったらいいと思いますが、無分別五徳地の領域のことを、保証心というふうに、あるいは保証保身、保証保身イコール、保証心というふうに言うてはる局面と、両方含まれて、保証心の言葉が使われているように解釈できるかな。そしたら、やっぱりそこに、まさに、この和上がおっしゃるように、一つの実態、一つの救いの働きの前後関係みたいに、とらあのすっと、こう理解されていくのかなと思うんですけど、で、そこで考えなきゃいけないのは、架橋和上最晩年になってね、最晩年でもなかったかな、要はですね、こんなこと言ってはって、これが誰か知ってる人あったら教えてほしいんやけど、最晩年に言ってはったのでは、ですね、
久遠実情の阿弥陀さんいう考え方を、親鸞聖人年いかはった後にだんだん捨てていかはると。でそして、法人のところ眼力成就の仏さんっていう方向に重みがかかっていく。そのだからし、ご本殿のところと、それから80代になったところではやっぱそういうこう、仏心論に関してやっぱこの思想的な思索的な変化が見られていくんやっていうことを掛橋先生おっしゃっていたんですけれども、それがどういう展開のもんなんかいうことは私分かってないんですわ。でそれを誰か教えてくれ、あここの本に書いてあるねや、掛橋先生こういう本の中にその考え方を残してくれてはんねやいうことを知ってる人だったら私に教えてほしいんですわ。で今日の話なんかでもこれ声聞類のところで引っ張ってきはったところもあるし、でだからやっぱ年代的に親鸞聖人でも違ってきますので、そこら辺にちょっとなんていうかな、和上の今日の安藤和上の今日のところの箇所を完全に分かって喋ってるわけじゃなくて、はあと思いながら、はいと別に和上はちゃんと筋通してはると思うんですけど、私の中でこんがらがってるところがあるので。でそういったことを含めてこれ聞いてくださった中で知ってる人があったら、ぜひここのところの展開私に分かるように教えてほしいんです。どうかお願いします。まあそんなことで、先に進めていって、次回からこう「量」という言葉についての和上の考察を学ばせていただきたいと思います。今日の話はこれで終わります。